こぼれ球千葉が拾った、うまくかわした乾、狭いところでつなごうとする町田シュート、追加点。前半終了間際、千葉が追加点を奪いました。町田のゴール。狭いところ、ディフェンスのいるところよく振り切りましたね。そうですね、町田選手の特徴ですよね。パスだけじゃなくて自分で、今シーズンは特に前に自分で運んでいってシュートまで持っていこうという気持ちがものすごくどのゲームも出てますよね。これも最初のところでパスミスになったんですけど、その後奪ってから早いですよね、はい、でその後躊躇なく打ってますよね。そうですね、ここ前にプッと出る瞬間にもうそのままシュートに行ってますよね。この左足のシュート、このゴール今シーズン3得点目です。エスナイデル監督のガ